ミカリンナイトレースガルコレトライアルティップスター杯はいよいよラストカード、グループ B 伊東温泉の決勝を迎えました。7番の奥井に蓋するような格好で4コーナーからホームストレッチ、そして今度は後方から3番の石井貴子が上昇してきました。石井が5番の小林の外、さあ誘導の後ろ4番山原で、2番手の位置7番の奥井のアウトコースが6番の荒牧里美、さあ荒牧が出て打掌が入りました。打掌で先手を取ったのは6番の荒牧なんですが、すかさずそれを叩いていく3番の石井貴子、さらには1番の久米詩、地元の久米が先行するか、残りは1周です。3番の石井貴子を叩いて1番の久米が先行していく、2番手に下がって3番の石井、それから3番手が6番の荒牧里美になっていて、後ろから4番の山原まくっていく、さらには7番の奥井文、最終バックから3コーナー逃げる1番の久米詩、三車身で3番の石井が追っている、外から4番の山原ですが、これは久米か久米詩か、外迫ってくる4番山原さくらが並んできましたが、久米詩押し切ったでしょうか。おめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね。はい。どうしましたというぐらいの強さだった。いや、自分でもちょっとびっくりしてますね、正直。ピンピンでね、こう一着一着で勝ち上がるレースが多い中、決勝戦ね、なかなか優勝できない中でしたけれども。そうですね、ちょっとこう自分的にこう気持ちで、あの決勝戦で気持ちが負けてしまうことが、うん、まあ、去年からちょっと長く続いてたんですけど、うん、まあ、最近は本当にあのいい意味で開き直って戦えてるかなと思います。この中でこのメンバーで優勝って大きいんじゃないですか。そうですね、2年前もうコレクションでトライアルで優勝したことあるんですけど、その時はあの人の後ろついてとかいうレースだったので、今日はしっかり自力出せてよかったかなと思います。レースを振り返っていただきます。どのように考えてました？一番車は、ね、はい、もらっていたんですけれども、まあ、できるだけ前々にはいたいなと思ったんですけど、まあ、やっぱりみんな前にいたいというのは同じなので、まあ、そこでいかに足を使わずに前にできれるかなっていうのを考えてました。持ったらいいですか？はい、それ持ってください。はい、はい、笑顔で。そうですね、そんな中ね、ちょっと後ろの方になってしまって、はい、前がこう並走になるような形から石井貴子選手の仕掛けに乗りながら行きましたよね。はい、そうですね、まあ、流れに乗るっていう意味で、まあ、緩んだところをめがけていきましたね。あれ、うちの石井選手が先行体制に入る、ついていく荒牧選手はインを切って、少し離れているの分かりました？後ろですか？うん、分かんなかったです。あ、だからそこ入ってと思ったんですよ、僕。でもそのまま、はい、ホームのとこ、高子さんが切って、荒牧さんが番手狙うとか、はいはい、そうです、いつもだったら多分そこ狙うんですけど、ね、そこが成長したとこなのかな。そうですね、もうなんか今日は気持ち的にもいっちゃえっていう、うん、まあ、強い気持ち持てたのかなって思います。その中で押し切って素晴らしかったですね。ありがとうございます。改めて今年の目標ってどういうところに置いてますか？今年の目標はまあ、コレクションであったり、G1 のレースも増えたので、そこの大きいレースを、まあ、勝ってグランプリ出場を目指しています。それでは最後になります。また今日応援してくださった場内のね、たくさんのファンの方またいましたし、全国にも応援してくださったファンの方います。次の開催ってどこになりますか？次は久留米です。久留米経由、はい、まだ次走に向けてもそうですけれども、はい、最後にファンの方にお答えください。はい、本日は本当にたくさんの応援ありがとうございました。コレクションへの切符手にしたので、コレクションに向けてしっかり調子を上げていきたいと思います。本日はありがとうございました。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。